ムツヨでトンマシにトリエステにある銅像ムツヨトマシーには、イタリアの植物学者、政治家である。当時、オーストリア・ハンガリー帝国の統治下にあったトリエステで、生まれた。高校時代から植物に興味を持ち、ウィーン大学では、植物学者のニコラウス・フォンジャカンの影響を受け、ウィーン近郊の植物研究を行った。その後、グラーツ大学で法律を学んだ。 1817年に役人としてイストリアで働き始め、翌年、クロアチア南部のスプリトの事務長に任命された。1839年から1860年のアイダトリエステの市長を務めた。市長在職中もトリエステ地方の植物研究を行い、1840年にはジュリアアルプス山脈の調査を行った。ドイツの植物地理学者、オットー・センドナーと、 オーストリア・ハンガリー帝国の海岸地方で植物標本を集めた。1945年に創設されたトリエステ市立自然史博物館の計画に貢献した。1860年に政治家を引退した後植物研究に専念した。植物学者として多くの地域を調査し、1823年にクロアチアのビオコボ産地、1827年に ダルマジアを調査した。1832年に、ニコラテオドールド・ソシュールと、オーストリア・ハンガリー帝国の海岸を調査し、1837年に、イギリスのジョージ・ベンサムとスロベニアのカルニオラや、ケルンテンとフリウールなど、オーストリア・ハンガリー帝国の南部を調査した。園芸品種のクロッカスの原種の学名、クロッカス・ターマサニアヌスに懸命されている。トムは、 植物の学名で命名者を示す場合に、無通用いにを示すのに使われる。ありがとうございます。